ないわよ。しびれさせちゃう。7号式モジュール。みんながそばにいて。翼よ、ちょっとビリビリさせないとね。はい、ということで皆さんこんにちは、ナッフィーです。今回はリサがね、とてつもないダメージを出してしまいましたので、どのように先ほど流しました動画みたいにダメージを出せたのか解説していこうかなと思います。こちらの動画を見ていただくことによって、皆さんがねよくやっているダメージチャレンジのやり方だったりコツなどもわかると思いますので、ぜひ最後まで見ていただけたらと思います。それでもしねこちらの動画が良かったと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではやっていきましょう。ではまず今回使用していくキャラを紹介していきます。1人目がねメインのリサになりますね。武器が流浪学章にしていて、スキルのね2番目をねひたすら出るまでガチャの方をね繰り返していく感じになります。生物がね怒りしめ縄のセットで、各ステータスがこちらになります。命の星座は3凸になります。テンプがねオールマックスで、総合ステータスがこちらになります。続いて2人目はね九条サラになります。武器は基礎攻撃力が一番高い天空の翼にしております。生物が洗顔4セットをね採用していまして、こちらの効果で攻撃力バフをね乗せていく感じになります。命の星座が貫突で、この貫突効果がすごく優秀で、攻撃力アップバフに加えて雷元素攻撃の会心ダメージが上がるので、リサさんのねダメージがすごく伸ばせます。テンプは元素スキルだけね攻撃力アップに影響があるので最大にしております。3人目がねベネットになります。武器が基礎攻撃力が一番高い風王剣にしております。生物を旧貴族4セットにしていまして、幻想爆発時にダメージバフを乗せていく感じになります。命の星座が4凸になります。テンプは幻想爆発が攻撃力アップに直結するので限界まで上げているんですけども、まだね9になっております。最後4人目がスクロスになります。武器は白達の輪にしておりまして、こちらがねすごくね優秀なんですけども、雷元素の攻撃を拡散することによって雷元素攻撃にねバフをね乗せることができます。そして生物がね水力4セットにしておりまして、こちらも拡散でバフの方と加えてデバフの方をかけていきます。命の星座が貫突で、貫突効果で元素爆発の拡散により拡散された元素のダメージを上げることができます。こちらの編成がね今のところ一番ダメージが出せる感じになっております。ちなみにこれらのバフを全乗せして、さらにご飯のバフと薬の方をね使うとステータスがここまで上がります。いろいろとすごいですよね。攻撃力もめちゃめちゃ高いんですけども、注目するべきなのが元素ダメージバフなんですよね。雷元素攻撃バフが 220% 以上になってるんですよね。めっちゃ強くないですか。では実戦の方を見ていきながら手順などをね解説していこうかなと思います。稲妻が実装されてからはカラクリ陣形がね一番ダメージチャレンジに向いておりまして、カラクリ陣形が途中でダウンした時にすごくダメージが通りやすくなるので、そこでダメチャレの方をしていきます。ダメージを出すコツは継続時間が長いものから順にやっていくことが一番重要になります。でないとダメージを出す際にバフ効果が切れてしまうことがあります。あとはひたすら会心ダメージが出るまで挑戦し続けるだけです。もしダメチャレをするのであれば、結構ねこちらのガチャが肝になってくるので心してね挑んでみてください。ではカラクリ陣形がねダウンしましたので順番にバフを乗せていきます。まずリサで由来を3つ乗せまして、元素爆発を打ち防御力を下げまして、スクロースの元素爆発で雷元素を拡散して、先ほども話したたくさんのねバフを乗せまして、次にベネットの元素爆発で攻撃力を上げまして、九条サラで会心ダメージと攻撃力を上げて、最後にリサでダメージを出していきます。ということで今回動画はいかがだったでしょうか。原神は好きなキャラでエンジョイしていくのがすごく楽しいゲームなので、皆さんも好きなキャラでダメチャレに挑戦してみてください。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローよろしくお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。